このようにニューコムの先端技術は、今までゼネラルリソースにとって苦手とされてきたバイオテクノロジー、ナノテクノロジーの実用化、世界規模でのエレクトロスフィア環境の整備、そして宇宙開発への積極的な着手によって確実な力を生み出していった。このメールはサーフのメンバーにのみ送信されている。注意して聞いてほしい。昨日の協定は現時点で破棄された。我々の得た情報によると、すでにゼネラルは協定の隙を突き、ニューコムを一気に攻めるようだ。クラークソン代表が心血を注いだ協定をこのように無視した暴挙は、ユーピオとして見逃すわけにはいかない。そこでサーフの出番となる。今まで以上の活躍に期待する。まったく司令らしいやり口じゃないか。もともとユーピオはゼネラルの下請けみたいな仕事ばかりしてたくせに、そのくせニューコムにもいい顔はしておきたいんだってことだろ。なあ、本当の戦争屋はどこにいるのかってことを俺たちもっと考えた方がいいのかな。停戦協定にもかかわらず、ゼネラルリソースの部隊がニューコム側の基地に対し侵攻を開始した。停戦を維持するためにも両軍間の交戦は絶対に回避すればならない。ニューコム航空基地の防衛に当たれ。完了した。しかし増援部隊の接近を確認している。作戦を変更し、この増援部隊の進行を阻止せよ。アップデートターゲット。Yeah.
Mission accomplished.作戦は成功だ。 両軍の衝突は回避された。 こんなことって本当はあなたに言うべきじゃないのかもしれない。でも聞いてほしかったから。私今サーフがやっていることはどこかおかしいと思う。私たちが維持するべき治安はこんな表面的な戦いだけで解決なんてできない。もっとずっと大きな、まだ見えてはこない、うまく説明できないんだけど、誰か別の。 これが R ナンバー？もうユーピオのロゴ入れたのか。入荷も必死なのさ。停戦も終わったな。命令を伝えます。不審な航路で索敵中のゼネラル偵察機を捕捉追跡します。今回はデッキ少数での確認任務のため、 私とあなただけでとのことです。あ、これは久しぶりに飛ぶ私のリハビリってことみたいです。なので、よろしくお願いします。停戦区域にゼネラルリソースの偵察機を確認した。またしてもゼネラルリソースが不穏な動きをしているようだ。 その意図を確かめる必要がある。この侵入した偵察機を追跡しろ。なお上空はレーダー網が張られている。高度には十分注意せよ。高度で追跡します。 デッキを見失わないよう、輸送度に気をつけて。彼ら、どこに？ Thank you.
の人。ビジョン。反撃し制圧せよ。 Clear to engage。あの施設にはいずれ査察団が派遣されるだろう。今日は私のリハビリに付き合ってくれてありがとう。あと何か、あそこにあった何かが私を呼んでいた気がして、ごめん。でももしかしたらまたあなたに相談するかもしれない。July 21st, 2032. Location,
General resource. Doe development facility. Sound data missing. これから話すこととお願いは、聞いた後にあなたが賛成してくれても、もしも反対したとしても、何も尋ねないで、誰にも言わないで、黙っていてほしいんです。それが、とても都合のいい話なのは、自分でも分かっています。でも、それでも他に頼める人も、相談できる人も、いないから。聞いてください。それは、私にとって、生きる意味と同じぐらい大切なもの。ナイトレーベン。それを探しに行きたいんです。前回の作戦で、私たち二人が偶然発見して、あなたが破壊してしまった施設に関係があることです。今は、それだけしか言えません。でも、一緒に来てほしい。もちろんこれは、無断行動で規約違反。それを知った上ででも、来てほしいんです。生命による事件が発生した。直ちに帰還せよ。直ちに帰還。ごめんなさい。私は行きます。今ならまだ戻れます。大丈夫。気にしないで。一人で大丈夫だから。Decide.停戦区域にゼネラルリソースの偵察機を確認した。攻撃してくるようなら反撃し制圧せよ。インターセプト。こんな時こんなところでどうしてゼネラルが出てくるの？
Bingo. Bullseye.今回の命令違反に関しては、侵入したゼネラルリソース機撃退の功績により特別に不問とする。ただし、作戦外行動について早急に報告書を提出せよ。 どうしてなのか、実は私自身にもわからない。ただ私に似ているあなたならわかってくれるって思えたから。ありがとう。今回の件、フライトレコーダーからあなたの行動をすべて消去しておきました。だから忘れてください。それから 報告書は私が提出しておきます。どこに？どこに？ ゼネラル。 あ、いませんか。 今日はありがとう。 きっとまだ私 どこか調子が悪いみたいで。 ごめんなさい。 それだけ伝えたくて。 さてさて、このメールが送信された全ての職員に対し、ここで一つ断っておくことがある。この飛行船には殺傷能力の高い細菌兵器を満載しておいた。そう、今後我々の行動を邪魔しようとする輩にはいつでもとっておきのプレゼントをお届けする準備はしてあるという意味だよ。
そのぐらい理解していただけるだろうね。しかし、それ以上、お前たちは考えるな。ただ見ていろ。この誰もが知っている欲によって腐り切った世界に向けて我々が行おうとしている崇高なる目的とそれに至るまでの行動と意味について何も知る必要などないぞ。どうだ、この方がワクワクするだろう。お前たちが我々の意味について考え何がしかの推測をするのではないかと思っただけで虫唾が走るんだよ。だからただ見ているだけでいい。我々の行為は受けるべきだ。だって楽だし慣れてることじゃないか。思い出せ。いつでもお前たちは時間と物に縛られた世界であがき、結局考えるふりだけで何もしてこなかっただろう。だからこの世界には無駄が増えすぎた。そうは思わないか。匿名の犯行声明にもあった通り、アクセルベイ沿岸工業地帯に所属不明の飛行船が出現した。声明の真偽を調査したところ、実際に細菌兵器が積まれていることが判明した。飛行船を海上に着水させ被害を最小限に抑える。飛行船の進路上において障害となる建造物を全て破壊せよ。身勝手な紛争の次は無神経で傲慢なテロ。なんだっていうの、人間なんていつまでもバカなことばっかりに頭使ってる。ユーピオの便利屋家業に閉店はないってさ。エンゲージ。
survive. から小型艇が発進した。追跡捕捉し、これを破壊せよ。アップデートターゲット。飛行船を無事に着水させることに成功した。一連の事件に関しては現在調査中だ。ご苦労だった。テロ行為の目的などに関しては現時点では一切不明である。しかしフェイスパーク紛争以降、両企業間に限らず不穏な出来事が多発している。今だからこそ我らユーピオが存在する理由を世間に知らしめるいい機会だと考えるべきだろう。今後もこの調子で頼むぞ。実はどうしても言いたいことがあって連絡しました。いないようなので伝言だけでもここに残しておくことにします。で、相談というのは私の個人的なことについてなんだけど、ただここで短く言葉にしてあなたに伝えるのって私のようなやつには難しくて、でもいつか伝えなければきっと後悔してしまうはずだから言いたいんです。でももしかしたら誤解されてしまうかもしれない。でも
このままの状態が続くのは嫌で。あ、誰か来たみたい。また連絡します。その時はきっと。サーフに緊急出動だ。詳しい目的に関しては暗号化して送っておいた作戦情報に従うように。今回も些細なミスの許されない超法規的活動である。心してほしい。以上。ゼネラルリソースとニューコムを一時停戦させた我がユーピオのクラークソン代表が停戦調停のため戦術を決定レイニー岬に向かうことになった。エリックと共に同期の護衛を命ずる。また機内の護衛としてフィオナが代表と同行する。本作戦は極秘任務であるため少数精鋭による隠密行動を旨とする。以上。だけしか護衛機がいないんだ。いくら極秘にしてもおかしいと思うだろう。しっかりしなさい。クラークソン代表はしっかりガードするから二人は空を頼むわよ。エンゲージ。情報が漏洩したようだ。ゼネラル機が複数接近しつつある。直ちに迎撃態勢を取れ。オーマイ。そう、こうやってゼネラルにはしっかりバレバレだねえか。これ、なんなの？フィー、こっちは引くかよ。フィー、気をつけろ、答えろ。
my. Mission accomplished. しました。レナ、来てくれたのか。助かった。作戦の変更だ。今回の専用機の行動はクラークソン代表とフィオナによるスパイ活動だということが明らかになった。護衛の任務を解除、専用機を撃墜せよ。了解しました。待てよ、あそこにはフィーがいるんだ。本気か、レナ。待て、撃つな、やめろ。その事実の確認は不可能。命令を優先します。いや、通信機はジャミングで壊れてんだ。なあ、フィー、答えろ。目標は、あなたに任せ、目標を待ってます。俺は、フィーを助ける。こちら NEU、 ユーピオ専用機を制空圏内へ誘導します。空中給油を受けてください。機体を適正な位置に合わせ安定させてください。Refuel。